どうも、デレットです。皆さん、受験勉強お疲れ様です。略してジュベカレ様です、えー。今日は大した話ではないんですけど、ちょっとしたお知らせの動画になります。えー、この度ですね、えー、デレットチャンネルの LINE 公式アカウントを開設しました。というか、えー、実はだいぶ前からアカウントの開設自体はしていたんですよね。ただそれを全然動かしてなかったというところなんですが、 なんでそんな LINE 公式アカウントとか作ったのかと、えー、よくある公式 LINE ってこう飲食店とかのお店でこう予約を取ったりクーポンもらったりとかそういったのでよく見かけますよねで、えー、もちろんそんな何か予約をするとかお得なクーポンなんかもデレットチャンネルないのでデザインもまだちゃんとしてない状態だし、えー、検索しても出てこない設定なんですよねじゃあ何に使うのと言われましたら えー、皆さんからの質問とかリクエストを LINE でも受け付けようかなと思って解説いたしました、えー、今の段階でも結構リクエストとかは頂い,いてるんですけどその受け付け方法っていうのがこの YouTube のコメント欄またはインスタやツイッターでメッセージを送ってくれるという形で受け付けているんですが、えー、これを見てくれている方の中には例えば YouTube にログインしてない状況の人もいるんじゃないかなとで これログインしてないとチャンネル登録とかもできないしコメントも書けなかったりするんですよね。で、ログインをしててもあれって不特定多数の人が見ることができるコメント欄じゃないですかそういう公の場でコメントを見られるのに抵抗があるっていう人もいるかと思います僕も他の YouTuber の人にコメントって書いたことないし書く気にもならないというタイプなので そういう人はもしかしたら本当はリクエストをしたいけどできないなっていうこともあるのかなとであとインスタやツイッターとかも利用してない人もいると思いますアプリとかインストールしてても見る専用とか自分から何かを発信するっていうことには使ってない人も結構いるもんなのかなとか思ったりでそういった人は DM とかこう直接メッセージ送るっていうのもなかなかしないですよね多分で YouTube もももインスタ,もツイッターもしていないなだけど LINE ならみんなやってるんじゃないかなということでまあ一つのこうコミュニケーションツールとして LINE も使えたらいいのかなという理由からデレットチャンネルの LINE 公式アカウント開設していますで先ほども言ったんですけどアカウント検索でデレットチャンネルとかやっても出ないんですよね これ公式 LINE が検索で上がってくるようにするためにちょっと段階を踏まなきゃいけなくてそれの設定僕してなくてしろよって話なんですけど、えー、まあでも概要欄にリンクを貼っておきますのでそのリンクをタップしてもらえたら、えー、LINE に飛ぶようになってます多分でよかったらそこで友達申請とかしてもらえたら、えー、質問とか過去問の解説リクエストとか、えー、受付をいたします で可能な限りそれに応えていきたいなとで LINE だったらこう動画を作らなくてもその場でこ LINE で文章でやり取りして問題が解決することもあるかなとで文章だけで難しくてもちょっとしたイラストとかなんか図とかを書いてそれを写真に撮って送ったりとか、えー、そういう細々したやり取りもできると思うんですよねでまあもしたくさんの人が友達になってくれるような状況になったら まあ今後の展望としてこう有益な情報を LINE 限定で公開したりとかも考えてはいるんですけど、まあ、それはまだ先の話になると思います。であと LINE の中でのこう動画も出していこうかななんて考えてるんで、まあ、それも今年度のこの受験期間中にするかしないかはまだ未定なんですけど、まあ、もしかしたらあるかもしれないので,でその時は YouTube では上げられない動画って あげられないといとまあちょっとこれまで守ってきたデレットくんのキャラクターとかを壊すような内容のも考えてはいるのでまあよかったらそれも楽しみにというかご要望の声があったら早めにあげようかななんて思ってます。はい、えということで、えー、リクエストをしたい質問したいだけど YouTube でもインスタでも Twitter でもちょっとメッセージを送りづらい送れないという方がいましたらデレットチャンネル公式 LINE を活用していただけたらと思います。 ということで、えー、デレットからのお知らせでした。皆さん引き続き国家試験に向けて頑張ってください。